断絶への公開は、ジェームズ・ P ・ホーガンによる SF 小説。1982年発表。日本語訳は1984年刊行、人類発種の物語を下敷きに異文化のファーストコンタクトの要素を重ね合わせている。背景に SF 的な視点から紛争を解決する手段を暗示する、ホーガンによるハード SF の一つ。 人類は争いを止められず、米ソの対立を軸とした衝突から西暦1992年には、戦術核を用いた紛争が勃発するなどいさかいが耐えなかった。極東では、中国と日本が共栄圏を設立し、第三の勢力として台頭するとともに、西側との協力姿勢を見せていた。その一方でソ連を中心とする。 東側陣営は地方を失い、もはや一挙逆転の軍事的かけに打って出るより他に、ないところまで追い込まれ、全世界的戦争が勃発する危険は高まりつつ、あった。緊迫した情勢の中でも、宇宙開発に向けた意欲は過労じて維持されていた。火星に、高級的基地が建設され、有人宇宙船が木星を訪れ、新宇宙に探査機を飛ばし、 そして、系外惑星を求めて、高成間自動探査船、SP3 を送り出す計画が練られた。2015年、本計画を指揮してきたヘンリー・ビー・コングリーブは、SP3 に人類波種の機能を追加することを提唱した。発達した、生命工学の成果を応用して、電子的に蓄積された人類の遺伝情報から配を、創造し、ロボットで育成することが可能となった今、 巨大な探査船に比して、わずかな機材を追加すれば、隔絶した新天地に人を発生させて、たとえ地球にカタストロフが訪れても、種としての人類を生き延びさせることが可能であるという。この提案は直ちに了承され、クワン、インと命名された、探査船はホイクロボットを搭載し人類の遺伝情報を携えて2020年に地球を進発した。 直後の2021年、ついに勃発した第三次世界大戦は、地球の半分を焼き尽くし、産業を壊滅させて、飢餓の時代を将来した。やがて世界は、アラスカからメキシコまでを領有する新秩序アメリカ、東欧諸国を中心に編成された大ヨーロッパ、中国が名手となって、ベーリング海からパキスタンまでを支配下に置く。 東亜連邦の三勢力に再編され復興を競った。2040年、最初の歴法地、アルファ、ケンタウリに到着したクワニにより、統制系に人類が居住可能な惑星を見出し、植民地の建設と人類の創造、育成に着手したとの連絡が地球にもたらされた。経論と名付けられた新天地を目指して、各勢力は、 それぞれ厚生間移民船の建造に乗り出し、中でも新秩序アメリカは、他勢力に先駆けて移民船を就航させ、新たな植民地に向けて送り出した。船の名は、メイフラワー2世。その使命は、新たな植民地にいち早く取り付き、経論の現住民を、地球、アメリカの秩序のもとにべて支配し、領有権を確立することにある。 高校中も議会制民主主義のもとで自治を保ち、資本主義体制のもとに、貨幣経済を営み、キリスト教に基づいた生活規範を牧首し、それらの秩序を守るべく、核を要する強力な軍事力を保持する。船内で地球と変わらぬ政治、経済、文化を維持して、新天地にもたらし、いずれは原住民をこれらの秩序に従わせること。 そして追いすがって2年後にやってくる東亜連邦の船の帝国主義者の連中や、さらに1年後にやってくる大ヨーロッパの船の共産主義者の連中に対抗するべく防備を固めることを目指す。そして2081年初頭、メイフラワー2世は、ケイロンの市民が万が一にも武力行使に及び反乱を起こすのに備えて強力な武装を展開しつつ、ケイロン集会軌道に入った。 ここに地球の旧岐良き伝統と秩序を受け継ぎつつ、旧来の飲酒と悪兵を振り払い、それぞれが描く理想郷を新天地に打ち立てる純粋な希望を胸に、懐いた地球市民は新天地に生み落とされた人類との開口を果たした。だが、4.4光年の距離と20年の時間を渡ってきた彼らがそこに見たのは、機械が生み出し機械に育てられた。 原住民が営む異形の文明社会であった20年の時間をかけて経論にやってきた地球生まれ、仙台山生まれの人々が経論で機械から生み出された人々に出会う。D 中隊名フラワー2世の保有する正規軍の四個中隊の一つ。多部門、多部隊に馴染めなかったものが放り込まれる吹き溜まりの部隊であるが、理解ある隊長の指揮のもとに結束は固い。 技術士官軍上層部議会司法第一世代は区湾、院内部で現地の物資を素材として、コンピュータに蓄積された、遺伝情報から再構成された灰から成長し、地上に下ろされて、経論を故郷とする。船は10年にわたり1万人の経論人を創造し、最も年長のものは、すでに40代に達して、しばしば創始者と呼ばれる。彼らが、 地上に降りた頃は野生の動物に襲われる危険があり、護身のために銃を持ち歩いた。その習慣が今も受け継がれている。予定では人口は1万2千人になっているはずだが、メイフラワー2世が到着してみると10万人に達し、すでに第4世代の誕生を見ている。半物質を効率よく生成する技術体系を構築し、 地球の科学技術とは異なる発展を遂げている。本作品は、ホーガンがアイルランドに在住していた頃、友人とアイルランド問題について論じ、民族間の確執を根本的に解決するには、少なくとも一世代の間、子供を親から引き離して、育成、教育し、飲酒から解き放つ必要があると考えたことに、着想を得たという。ありがとうございます。